免疫力を高めるためのストレス解消法をお伝えします。あなたはこんなことないですか？例えばもう職場にいてですね、苦手なもう嫌な上司の方の顔を見るだけでもう気分が悪くなるとか、頭痛が出るとか、または例えばそうですね、もうとにかくもう訳もなくこう涙が出て、もう気持ちがこうコントロールできないですとか、あとはその、まあ、人間関係ですよね、まあ、職場であったりご家庭であったり、もう本当にもう関係性がすごくこう問題抱えてらっしゃって、もうとにかく日々ストレスが溜まっている、もうどうかするともう本当気分が悪くてもう動けないとか、そんな風にこうストレスがかかってるなって感じることないですか？そこで今からお伝えする動画をご覧いただきますと、そんなにですね、その毎日ストレスがかかってしまっていては、あなたの免疫力がもうどんどん下がっていってしまうんですね。で、結果ウイルスに感染しやすくなったり、やりたいことができなくなってしまう。そうならないための解決策をお伝えしていきたいと思います。じゃあまず流れですけれども、ご自分のそのストレスレベルをまずは知っていただくために、このチェックリストを使ってご一緒にチェックしていきましょう。で、そのことを踏まえて、じゃあどうやったらそのストレスをですね、上手に付き合っていって、結果免疫力をこう落とさずにウイルスに負けない強い体づくり、そしてその結果あなたがですね、本来のこうお姿、元気なお姿、やりたいことがこうできるようになるようになっていきましょうね。ではまず早速チェックリストです。ストレスチェックをしていきましょう。項目は10個です。ではまず1つ目から、あなたは朝パッと起きれますか？もしくは起きれませんか？2つ目、あなたはもうすごく疲れやすくないですか？3つ目、最近忘れっぽいな、こんなことないですか？4つ目、なんだか最近もうおしゃれするのめんどくさい、もう身だしなみにもう全然気を使わなくなってしまったな、ないですか？5つ目、もう最近人に会うのがとにかく面倒で仕方がない、億劫、もうできれば会いたくない、そんな風になっていませんか？6つ目、もうすぐにイライラしてしまう、キーって、まあ、以前の私もね、まあ、そうです、まあ、時々なりますけれども、ただもうとにかく明らかにちょっとしたことでもうすぐにイライラしてしまったり、怒りっぽくなっていませんか？もしくはこう八つ当たりしてみたりですね。7つ目、仕事が手につかない、もうとにかく集中できなくって、もう前はこんなことなかったのに、なんでこんな仕事が手につかなくなってしまったんだろう、そんな風に感じていませんか？9番目ですね、あ、すいません、8番目ですね、仕事に集中できないのも同じですね、手につかなくて、要はこうパフォーマンスが下がる方で、こちらはもうとにかく集中できないですね。9番目、緊張や焦りを感じる、もう何か知らないけどとにかく緊張で不安で仕方がないとか、焦っている、で呼吸も浅くなっている、そんなことないですか？10番目、自分の評価が低いと感じる、まあ、これはこう自己肯定感が低いとも言われるんですけども、もう 何をやってももう自分ってダメだな、私ってダメだな、もうなんでこんなに私ってできないんだろう、ダメなんだろうって自分を責めることが増えてないですか？さあ、以上の10項目に最低ですね、まあ、0の方もバッチリなんですけれども、5つ以上あった方はもう明らかに高ストレスの状態なんです。この項目はもうかなり高レベルの、まあ、項目をトピックで挙げておりますから、5つ以上あった方は要注意。何が要注意かというと、あなたの大切な体を守る免疫力がガクンとも落ちている証拠なんです。では、免疫力を上げる方法いっぱいあります。
そのうちの一つを今日ご紹介していきたいと思います。免疫力が落ちるとですね、もうとにかく病気にかかりやすいわけですから、そんな風になりたくないですよね。そのためにじゃあ何ができるかというと、やはり免疫細胞が元気になる食事なんです。でその時にですね、今回ストレスがトピックですから、そのストレスがなんでそのかかると免疫が落ちるのかというその原因があるわけなんですね。それはその免疫細胞の中でも強力なですね NK 細胞と言います。この細胞がその一番そのウイルスにですね対して頑張ってくれる細胞なわけですよね。ウイルスに感染してしまった時にですね、いち早くお前だと思ってですね、その感染してしまった細胞を見つけ出してくれるわけなんですよね。でそこでその攻撃するリンパ球なんかをこう思いっきり活性化してくれるわけですから、要はいち早く敵を見つけてやっつけてくれるというわけなんです。ただですね、その分なんとですね、実はストレスに弱いんです。この NK 細胞はストレスにとにかく弱いんですね。ですからあなたが常日頃常にストレスがかかっていたとしたら、この NK 細胞がしっかり働いてくれないわけです。でその時にその体に何が起こっているかというと、ストレスがかかるとですね、そのストレスにこう対抗しようとしてアドレナリンというそのホルモンがこうわーっと大量にその分泌されるわけなんですけども、その合成に必要な材料がビタミン C なんです。よくストレスがかかるとビタミン C がもう大量に失われるって聞いたことないですか？もうそれ本当なんですね。なぜかというと今の仕組みがあるからなんです。その合成するときに大量のビタミン C を使ってしまうからなんですね。ですから常にストレスが多いあなたはビタミン C をもう常に摂る必要があるということなんです。でそこでおすすめなビタミン C の食材があります。で実はですね、いかがですか、私これ聞いてショックだったんですけど、日頃もういいかなと思ってこう捨ててたようなお野菜の場所が実はビタミン C がめちゃくちゃ豊富だったということだったんですね。ですから今私はもちろん捨てずに美味しく食べております。工夫しながらですね。で一番ですね、なんとブロッコリーの茎の部分、あそこは結構ね、そぎ落としたりこう房のとこだけ食べたりしませんか？もうごめんなさいなんですけど、昔そうだったんですよ。茎はせめてシチューとか煮込むぐらいでですね、今もそうなんですけども、そのものを食べるとあんまりしなかったんですが、今ではしっかりこう薄く切ってですね、塩麹をちょっとこうつけて食べたりもしてるんですけども、このブロッコリーの茎は捨てずにしっかり食べましょうね。2つ目、これもですね、キャベツの外の葉っぱですよね、青々してる外の葉とキャベツの芯にビタミン C が一番含まれてるんですよ。これもショックですね。もう捨ててました。もう反省です。なのでキャベツの外葉であったりとか芯はしっかり洗って、薄く切って食べやすくしたりとかですね、しっかり茹でて、もしくはこうザワークラフトみたいにこう塩漬けして食べるのもいいと思うんですよ。では3つ目、もうこれは分かりやすいですよね。ビタミン C といえばもうフルーツ柑橘系ですよ。レモンであったりオレンジであったり、あとはベリー系もそうですね。私フルーツも大好きなんですが、ちょっと体を冷やす食べ物ですので上手にバランスよく食べています。でベリー系とかもブルーベリーの冷凍のものを買ってきたらですね、ホットヨーグルトにちょっとトッピングしたりとかして、上手に腸が冷えないように、その腸にですね免疫細胞が約7割あるわけですから、その腸を冷やさないように工夫して食べたりもしています。さあいかがだったでしょうか。あなたと、あなたのご家族、そう大切な方々のために、ぜひこのお話どんどんシェアしてくださいね。そして今お伝えしたその食材というのは、私が別の動画でお伝えしておりますファスティングにもとても有効な食材ですが、上手に工夫して、取り入れてみてくださいね。でまたこのファスティングご興味ある方は、
こちら詳細欄に LINE のリンクを貼っております。皆様そちらからご登録後に直接いろいろとメッセージいただいてますので、必要な方は遠慮なくご相談ください。そしてこの動画のお話が役に立ったと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。